アジアハイウェイ3号線は、アジアハイウェイ網の路線の一つで、総延長は 7331km である。ロシア鉄道及びアジアハイウェイ6号線の通過地の、ロシア連邦ウランウーデを、北の起点とし、南進する。キャフタ付近で、ロシア連邦、モンゴル国国境をまたぎ、首都ウランバートルを通過し、エレンホト付近で、モンゴル国、中華人民共和国国境をまたぐ。 中華人民共和国においては、内モンゴルを南に縦断し、北京付近でアジアハイウェイ1号線と交差し、天津単空付近で一旦途切れる。再び、上海を起点に精神し、調査付近でアジアハイウェイ1号線と交差する。さらに、昆明付近でアジアハイウェイ14号線と交差し、渓谷付近で西と南に分岐する。南進する路線は、 モウハン口チガンでラオスに入り、ラオス北端部を西に横断し、太陽国に入る。同国のチエンラーイが終端となり、そこでアジアハイウェイ2号線と接続する。精神する路線は堕落高岸でミャンマーに入り、チャイントンが終端となり、そこでアジアハイウェイ2号線と接続する。 全長219キロメートル全長1041キロメートル軽進、津住高速道路全長3926キロメートル、国道13号線全長244キロメートル、全長93キロメートル全長117キロメートル。ありがとうございます。